ね、キャッチャーの考えであればね。150キロ、高速球っていうかね、ガンとくるようなボールですから、余計速い感じでしょうね。152キロ、3球4球目になりますね。もう変なボールいらない感じですもんね。もう152キロ、はい、ここにストライク取れるっていうのが、はい、まあ五十嵐の、まあ、課題でしょうね。152キロ、はい、自分がマウンドに上がるときはもう本当にピンチか、あとは1点、はい、2点守んなきゃいけないかというところですからね。151キロ、そうでしょうね。154キロ、やっぱりお客さんと一番最後に持っています。打ち返しました。伸びていくがどう